なるほどな。 さっきまでとは別物ってわけか。いや、別物ってより、ただの化け物ってとこだな。抜かせ。化け物はお互い様だ。父ちゃん！父ちゃん！面白くなってきたな。 一丁教えてやろうぜ、サスケ。来い。 大丈夫か、サスケ。<笑>問題ない。出たな、キュービーの化け狐め。そいつの力俺がいただこう。させねえよ。
スサノオの力を貸す。やれ。なるほど、そいつはいいや。 奈良一族のあれか。動かねえ。なんだ。まずいぞ。お前には特に念を入れておく。畜生、ちょっとやべえな、これ。そういうことだ。分かった。死ね。 ボルト、お前の人道は何だ。人道、考えたこともなかった。古くせえし、気持ちの問題だと思ってたしな。そうか、確かに古臭いかもしれないが、今回の戦いで、そしてこれから幾度となく訪れる戦いの中で、お前を突き動かすものだ。 なんかよくわかんねえよ。その時が来たらわかる。お前がやるんだ、ボルト。俺ができると言っている、その言葉を信じろ。俺がやる。ビビってる場合じゃねえ。さっさと俺を信じてくれた師匠を信じるんだ。今だ、ボルト。 いや、しかねえってばさ。ラセンガン、あいつ、いつの間に。いけ。<笑>隠れておればよいものを。<笑>なんだ、届かないのか。<笑>こいつはお笑いだ。よもや届きもせんとはな。 まあ安心しろ。貴様ら全員行くところは同じ。影縛りが解けた。父ちゃん、ボルト、お前いつの間に。螺旋丸を習得してくれば弟子入りを認める。俺がそう言った。そしてわずか数日でこいつはそれをものにした。得意なライトンを取り入れ、 無意識にチャクラの性質を変化させた真術、消える螺旋丸としてな。へえ、消える螺旋丸だって。そんな術を。俺が、サスケさん。<笑>ボルト、螺旋丸は。けど俺の力じゃとても。大丈夫だ。 父ちゃんの、この鬼、ここまでするのに一体どれだけの。負ける気がしねえ。見たぞ、二度目はない。分かっているだろうが、チャンスは一度きりだ。行くぞ。はっ。ああ。